皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。パリーグソフトバンク西武、2024年8月15日ベルーナ D、ソフトバンクの山川穂高内野手、32、が15日の西武戦、ベルーナ D の7回にこの試合3発目となる2打席連続となる26号ツーランを放った。写真、西祖、元本拠でドスコイポーズの山川山川は、4番。一塁手で先発出場。初回の第1打席に相手先発、與座から先制の24号ツーランを放つと、5回の第3打席にも相手2番手、上田泰河から25号ツーランを放っていた。7対2の7回、1死2塁のチャンスで迎えた第4打席だった。ボールカウント2月2日から西武4番手、ヤンが投じた5球目のスライダーを振り抜くと打球は高々と舞い上がった。打球はぐんぐん伸びて左翼席へ。この試合3発目となる2打席連発の26号ツーランとなった。8月に入って8本目、シーズン後半戦に入ってから12本目と夏の山川の勢いが止まらない一発にベンチは、どすこい祭り、の大騒ぎ。山川の1試合3発は、17年8月2日のオリックス戦以来7年ぶりとなった。下向き黒三角山川打ったのはスライダー。追い込まれてからうまく対応することができました。いいバッティングを続けることができてよかったです。どう思いますか？気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。